パリ五輪銀メダリストの柔道家ウルフ・アロンが11日6時放送のフジテレビ系バラエティー酒のつまみになる話2時間スペシャルに出演する。この日は千鳥、ノブ、タイゴ、ゲストには川島明、キリン、松村さゆり、横山ひろし、スーパーエイトらに加え、ウルフ、フェンシングサーブル選手の江村美咲、陸上競技選手の桐生祥秀の3選手が登場。円卓を囲み、それぞれの好きなお酒で乾杯し宴がスタート。番組特製の酒瓶ルーレットでトークの順番を決定する。